さて皆さんこんにちは、ダイタラです。キノピコの音楽室やっていきましょうか。あ、かわいいキノピコ、わあ、マリオさんたちが小さくてもお願い聞いてくれる。どうしよっかな、いいよ。うわ、顔怖っ。ハンマーブロスが私の楽器にいたずらするの。顔きめえな、ハンマーブロス。おいえい。するとマリオたちはみんな自分が戦うと言い出しました。俺が、スターを集めたスーパースターがブロスと対決だ。はい、ということで前回と同じノリですね。キノピコの音楽室、音楽ね、皆さん楽器とか得意ですか？僕は何もできません。楽譜読めないからね、まず。よし、うわぁ、順番今回俺3番目かやん。しゃあないしゃあない。悪いじむわって感じでございます。よろしくお願いします。まあ10ターンバトルですから、まあ適当にね、負けように頑張っていこう。さあ、最初の音符？あれ？スターは？5コインとスターと交換してくれる？え？どういうこと？スターちゃうよ、音符やったよ、今。まあ、ええか。とりあえず5コインで交換ってめっちゃちょろいよね。で、まず俺が行きたいのはアイテムショップかな、このゲーム。アイテムショップで、アイテムをね、がっつり買いたいなと思ってる。どこだろう、アイテムショップ。まあ、進んでいこうか。1？ え？友達と一緒にあげちゃうよって。じゃあ悪いじゃんよ。悪いじね。赤松踏んだからかわいそうや。よし、いきなりコイン5枚ゲット、やった。さあ次だ。5番、おーおーおお。で、これで、他の人の動きを見て、アイテム売り場がどこあるか、調べちゃおう。マップ、上マップのなんか、アイコンでわかんのかな。さあ1対3です。悪い字とバトル。ドタバタコインキャッチ。何これ？タッチペン使うゲームですね。ワルイージーの取り残したコインをタッチしましょう。取り残したコインなんだ。ねえ。わかった。さあちょっと頑張っていきたいと思います。取り残すなってことだからね。じゃあ上下にしとこうか、みんな。ねえ。全部こぼせ！こぼせ！こぼせ！あ、危ない危ない。これ協力せなあかんってことやな、多分。よし、いいぞいいぞ。いいね。え、コンピューター賢い。俺全然掴めてないコンピューター。あはははイエーイ。さあ9枚、そして俺たち27枚。多分ね、全員9枚でしょこれ。あ、違う、27枚増えたぞ俺たち。え、3人で分けるんちゃうんか。いきなりコイン符号になっちゃったよこれ。ええんかこのゲーム。まあええんやろな、そこは。何でも許される世界。さあアイテム売り場はあるの、こっち。わかんねえ。まあ音符目指すんだったらね、左かなって感じなんだけど。ああ、ひどい。悪いし、またしても赤マス。てか俺全然進めないんだけど、ほんと1って1しか出ない。助けてー、音符変えないよー、このままじゃー。俺の何倍、ああっ、出た、アイテムショップそこだ。オッケーオッケー、デイジーオールとかやな、覚えとこう。あそこでサイコロサイコロ買いまくろ。何十単語やろうな。やばいこれは。見つけて、ラビリンス。行きましょう。十字キーとボタンと操作です。薄暗い迷路の中で逃げ回る悪い字を見つけましょう。ライトで照らすと捕まえられます。悪い字が近づいてくると、テンサーのランプが、光ります。上画面で迷路の形を確認しながら協力して追い詰めていきましょう。OK。どこにおるんだ？やつは。いた！早すぎやろ。普通に薄暗い中って悪い位置見えてるんだね。なんだそれ。
簡単でございました。イエーイ。でも俺が勝ったら味方もさコインゲットできるって状況良くないよね。なんかねえ、せめてもういよ4人 VS がいい。さて悪いことしてますね。ワリオ、あいつワリオだ。さておっと、やっぱアイテムショップへ行っちゃうのか。サイコロ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 3つ買いてねえ、3つ買いてえ、ほんと。で、ショップで複数買えるよね、多分。お、悪い字。ようやく青色マス。さて、ようやくです。1以外。よっしゃ、5倍きた。5でもね、全然大したことないんだよな。1、2、3、4、赤マスか。赤マス行きたくねえから上行こうか。よし、素晴らしい。はい、次です。デイジーちゃん、デイジー。うわ、サイコロサイコロ使って一気に行きたこいつ。9、やばいって、強すぎる。ドの音符。はあ、え、音符集めんの。ドレミファソラシド。いや、音階は分かんないけど。さて1位はデイジー。圧倒的な強さを誇る。次の音符の位置はここ。あ、マリオの目の前やん。ちょっともうずるいって。それもうマリオが取ったみたいなもんじゃん、それ。うわ、やべえこれマジ。普通に勝てねえぞここ。さあデイジーとガツッとコインゲット。さあ今回は4人 VS かな。さあミニゲームはなんだ。これだ、ぴったり乗っかれ。なにこれ。好きなロープを1本選びます。ロープに捕まってオイルの上にある足場に着地しましょう。オイルに落ちてしまうとアウト。選んだロープによって着地できる足場の大きさが違います。足場は小さい足場でも諦めずに着地しましょう。 OK、 頑張ろう。とりあえず、え、どうする。俺これにする。あー、で俺これ え、どうなってんの。どこ俺、あ、まだ、はい意外と感性が乗っかって落ちんだね。くっそ、練習しときゃよかった今の。ちょっと早めに押さなきゃいけないんだあれは。さて抜かれてしまったトッププレイヤーはデイジー。やっぱスーパースターマリオか。畜生。でもこいつ悪い子だからワリオですよ。さあ最高の最後使って確実に取ろうとする。その精神嫌いじゃない。さあレイのノンブです。どれ。え、10枚なってるコインの枚数が1個目ドは5枚、レは10枚、次15枚じゃね。ミーでしょ、ミー。次のノンブの位置はここでーす。うわー、ちょっと待って、もう最悪やん。したやんけ、もう。うっそ、どうしようこれ。地獄やで、デイジーやん、この勝つの。クッパだ、ダマーミロー。ザマーミロー、クッパイベント、ムハハハハハ、クッパマサノだ。スターボッシュ、スターボッシュ、スターボッシュ。よいしょザマーミロー。また会おう。よし、さあデイジーもクッパマス踏んで死んでほしいなっていうね、僕が切に願うことです。本当お願いします。おおおお、くそー、悪いじゃん、もう無害だから放置だ。さあマリオー、これ使っとこうぜ。どこ置こうか。ここやな、ピッと置こう。さあ進もうぜ。これなんや、どこかで別に吹っ飛ばしてやるぜ。え、ちょっと待って、これいいとこ飛ばして。やったーアイテムショップの手前やんけ。まあ、全然2マス進んだ。1、何これ、飛んでけー。うわ、ちょっとスターの手前やで、それずるないかお前。え、デイジー愛されすぎやろ神様に。さあ2対2のバトル。
背中合わせでよじ登れ。うわ出た、マリオ&ルイージ RPG 的なやつだこれ。パートナーとなんか一緒に頑張ろうということで、パートナーと障害物を避けながらパイプのてっぺんを目指しましょう。先に押されたボタンと同じボタンを押すとスムーズに方向を変えられます。で、進む方向のボタンが合わないと滑り落ちます。で、コンピューターどうやってやっていくのこれ、わかんねえよ。臭い。OK。 よし OK。 登れ登れ登れ。こうやって角度を揃えながら登っていくって感じだね。よし、いいぞ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 。悪いし悪いし、俺についてこい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 。悪いし。ああよし、怖い怖い。あ、行かれる行かれる行かれる。待って待って、負ける負ける負ける。コンピューター早い、コンピューター早い、コンピューター早い、コンピューター早い。意外とコンピューター早かった。あ、そうか、ちっちゃくなってるからそんなことなってんだ。今落ちたんだね。やべ、負けてもうた。俺2つ DS 使わせてくれよ。いや、今回マリオとデイジーにマジ負けちゃうかもしんねえ。まずい、これは。誰がここに呼びます？やめろ、俺呼ぶなよ、俺呼ぶなよ、俺呼ぶなよ。俺やアイテムショップの手前で呼ばれたんだけど、マジ。いや、勝ち目マジなくなったんじゃねえこれ、俺。ほんま。あ、これ、デイジー呼べ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 ばワンチャンある。デイジー呼べ、デイジー呼べ、デイジー呼べ。いた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 、いいぞ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 。ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。これで、あとサイコロの運ゲー。ここでサイコロ力試される。きた、8。ガンガン進もう。いや、割とある。あ、アイテムショップあった、ラッキー。あ、勝った勝った勝った、これ勝った勝った勝った。アイテムショップだよ。これはサイコロサイコロで、サイコロ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 。いや、3つ買っちゃったよ、これ。買いすぎちゃった。でも、これぐらいないとね、ボードゲームを制することはできないんだよ、みんな。よし。素晴らしい。他のキャラクター持ってねえもんな、そういうアイテム。雑魚だね。俺にくれ、俺に。俺にくれ、俺に。クソ悪い時間。さあ、俺以外全員緑だから、ランダムだね。これ何のゲームになるんだろう。勝負だ。お、2対2ですね。内容はこれだ。でも最近勝ててねえからな。さあ、決戦。ハンドボール。ハンボー？なにこれ、ハンドボールで対決します。パスやキャッ、ボールキープして、なんかよくわかんないけど、シュートしましょう。A ジャンプ、Y パス、B シュート。OK。A ジャンプ、Y、わかんない。B シュート。よし。うん。よこせ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 。ほら、シャーシュートできなかった。お前返さんのボール返さんのボール。よし、頼む、いけな。あ、ナイス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 。ほら、よこせ。パスや。デイジー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 、いや、ゴリ押すな君。おお、よし、シュートや。ナイスさあ、勝ちました。デイジーが意外と頑張ってくれたね。え、ハンドボールってさ、ドリブルすんの、あんな風に。これハンドボールわかんねえ、やったことあんまねえから。なんか高校とかの授業でやった気もする、中学か高校か。でもルールもクソ覚えてねえ。よし、さあ残り5ターンとなったので、ちょっと短いですけど、今回はここで終わりにしましょうか。果たして俺は逆転することができるのか。サイコロマスをたくさんゲットしたので、サイコロあれだね、サイコロサイコロゲットしたからサイコロ振れるのでね、次回スターゲット。ミニゲームキングはちょっと今回怪しいかもしれないけど、などなど取って、なんとかね
まあ、がっつりと逆転したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次も見てください。おつぽよ、じゃあの。